物集高見物集高見昭和3年6月23日は、豊後国出身の国学者。父は国学者の物集高世で、後見はその次男三女の長男として、豊後国速見郡木月北新町に生まれる。幼名祖、太郎、後に善五郎と改める。うぐいす谷、すみれ園、または、毎所小路と号する。少年時代、故郷で漢学と国学を修める。慶応元年、長崎に出て、蘭学を修める。慶応2年、20歳の折に、京都に出て、玉松操に師事して、国書を修める。以後3年間玉、正倉の塾にて学んだ。明治2年に上京。明治3年5月、平田鉄種の門に入り、国学を、また、神技官職員の東条五都大に師事して、漢学を修める。同年から神技官の宣教師制の職を得た。明治4年24歳からは、洋学も修める。明治5年から教部省に出仕する。職務の傍ら辞書編纂を企画した。また、本邦語原稿、字仏名義稿の研究発表もしている。後見の言語に対する興味は、この頃からあったと考えられる。明治7年27歳の時、木月在の岩田夏子と結婚する。国文法研究には英文法が必要と考え、明治8年からは近藤誠の下で英語を学ぶ。教部省が廃止されたので内務省に移る。明治12年、後見33歳の折に内務省より月山神社宮司兼羽黒山の神社、湯戸の山の神社宮司に任ぜられ、学習院や女子師範学校の教授をも兼務している。国学院大学の創立委員の一人として尽力した。明治16年1月2日、父、高瀬が没する。大分県杵築から帝国大学文科大学御用係取扱に任ぜられる。明治19年3月から帝国大学教授に任ぜられる。さらに、東京師範学校や文部省参事官を兼任する。明治20年1月7日、宮中五校所はじめの講師を命じられる。夏、秘書先の神奈川県横浜市金沢区富岡で、宮内大臣、土方久元や、大田所長高崎昌風、警視総監、三島道常などの高官に会い、ある高官によって、外交官に押されそうになったが謝絶した。その代わりに、国語辞典、日本大辞林編纂事業への資金援助を約束される。当時、小学校教師や警察官の月給が6から7円だった時代において、原稿料1枚10円という超巨額の援助だった。このほか、門人、下田歌子に請れて、家族女学校の副読本を執筆したこともある。明治23年には学習院大学部の教授も兼任する。明治28年、訓六等随法相を賜る。明治32年3月、日本で初の文学博士となる。同年4月、東京帝国大学文科大学の井上哲次郎の勧告で大学を退官。背景には、門人、上田和俊との文学論争をきっかけとする、上田とその弟子たちによる追い出し工作があったとされている。後見はこのことを深く恨み、息子高亮に向かって、上田の家は小石川傳通院にあるが、決してその前を通ってはならぬと命じていた。辞職直後は乱れた心を鎮めるため、自宅で習字ばかりしていたとも伝えられている。以後は私財を注ぎ込んで在野の学者として研究に没頭し、貧窮の中で全国を行脚して約5万冊の書物を集め、さらにそのすべてを読破した。公文庫全20巻のうちの第1巻を大正5年に公文庫刊行会より刊行、大正7年には全巻の刊行を終わる。1916年から1917年に全3巻の群書作品を刊行した。昭和2年2月、81歳の折には、工学総書全12巻を刊行した。商業ベースの出版ではなかったがため、膨大な借財を負った。昭和3年6月23日、大分県速見郡木月町寺町の自宅にて死去した。享年82。長男の物集高亮も国文学者で、娘の大倉明子と物妻和子は共に小説家である。女優の早瀬久美は後見の彦にあたる。昭和3年発行の雑誌、国語と国文学10月号の中の家計500里、物妻高見博士系図年譜及び著作目録より引用。ありがとうございます。